女スパイ、特定の組織や個人を監視、観察、情報の収集を秘密裏に行い、場合によっては対象となる組織の破壊工作、個人の殺害をも意図はない恐ろしい職業のスパイですが、女性のエージェントも実在します。女性は容姿も求められ、夜のテクニックの訓練もあるんだとか。社会を裏で操る存在のスパイですが、敵国に捕まってしまうなどして存在が明らかになってしまったスパイが少なくない数いるのはご存知でしょうか。ということで今回は本当に実在した女性のスパイを紹介していきます。ちょっとでも興味深いなと思った方はチャンネル登録と通知ボタンをよろしくお願いします。それではいきます。1876年生まれの女性、マタツハリ。フランスのパリを中心に活躍したオランダのダンサー兼ストリッパー。元はダンサーとしての芸名でしたが、第一次世界大戦中にスパイ容疑でフランス軍に捕らえられ、有罪判決を受けて処刑されたことをきっかけに、この名前が女スパイの代名詞的な存在になりました。彼女は多くの軍人幹部や政治家を相手にする高級娼婦でもありました。数えきれないほどのフランス軍将校、ドイツ軍将校とベッドを共にしたとされています。処刑を担当する銃殺隊はその美貌に惑わされないように目隠しをしなければならなかったといいます。そして処刑にも全く動じることなく、自分をこれから銃殺する兵士たちに向かって投げキッスをしたという逸話も残っています。この伝説的なエピソードから女スパイのイメージを形づける存在になり、彼女をモチーフにした映画や舞台などが上演されるようになりました。いや、かっこよすぎでしょう。1982年生まれのこの女性、アンナ・チャップマン。ロシア対外情報庁に所属するロシアのスパイ。日本ではその容姿から美しすぎるスパイなどと言われ話題になりました。父親はもともと KGB の職員で、現在はロシア政府外交官を務めています。諜報活動をしている父を持つと子供にもそういう話が回ってくるのでしょうか。2001年にイギリス人と結婚し、イギリス国籍とイギリスの姓チャップマンを取得。2006年に離婚するも名字は変えずに活動を続けます。2010年にアメリカに核弾頭開発計画の情報を収集するスパイとしてアメリカに入国し、アメリカ人になりすましますマンハッタンの不動産会社やベンチャー企業を経営する敏腕女性社長を演じ、諜報活動を行っていました。 FBI のおとり捜査員が接近したところ、2日以内にモスクワへ逃亡する意思を示したため、他の9人のスパイと共に一斉検挙されることになりました。ちなみに IQ は162あったと言われています。その後はロシアで一躍人気者となり、テレビ司会者として活躍しているそう。元スパイという肩書きで世に出るという日本では考えられないポジションですね。1963年生まれの女性、ペンシルベニア州立大学を卒業後、CIA にスカウトされます。訓練を受け、ボストンにある CIA による架空会社の社員となり、海外出張という名目で大量破壊兵器の調査などの任務を行っていました。夫は当時アメリカで外交官をしているジョゼフ・ウィルソン。当時、ブッシュ政権はイラク戦争の正当性を示すため、フセインが大量破壊兵器を保有しているという情報を流していました。しかし、夫であるジョゼフはイラクを訪れて調査を行い、この情報は事実ではなく情報操作であると批判しました。その後、ジョゼフの妻であるバレリーが CIA エージェントだという情報が政府関係者からマスコミに漏れたことが明るみに出ました。この漏洩によってバレリーの正体や CIA の業務に関する情報が公になり問題視されました。政府が夫の政権批判に対しての報復として CIA エージェントであった妻の存在を暴露し公開したのです。この事件は政府内での情報漏洩や報復、政治的なスキャンダルとして大きな波紋を広げました。調査が行われ、事件に関与した政府高官やジャーナリストが告発されたり起訴されたりするなど、複数の人々が事件の影響を受けました。フレイム事件は政府の情報操作や報道の信頼性、内部告発の重要性など政治とメディアの関係について考えさせられる出来事となりました。正義とは一体どういうことなのでしょうか。1921年ハンガリーで生まれた第二次世界大戦時に活躍した女性、幼い頃からユダヤ人差別を受け、このことが彼女にユダヤ人というアイデンティティを強く抱くきっかけになり、学生運動にも参加します。1942年にナチスドイツに捕らえられているユダヤ人同胞救出作戦が決定します。125万人の同胞をドイツの虐殺から救出し逃亡させるミッションです。彼女はすぐさま志願し、厳しい条件をクリアしてメンバーに選出されました。37名の空挺部隊の一人として実力を発揮し、ユーゴスラビアに空挺降下。彼女は強制収容所に潜入し、
囚人たちを解放しました。彼らを安全な場所に案内し、自由への道を開くことに成功したのです。しかし彼女自身は捕まってしまい、ナチスの拷問と尋問を受けることになりました。投獄され、裸にされ、椅子に縛り付けられ、3日間にわたって鞭で打たれるというひどい内容でしたが、ハンナは拷問に耐え、情報を漏らさずに抵抗し続けました。監獄にいる間、ハンナは鏡に反射する光をフラッシュさせたり、歌を歌うなどして他の監獄に収容されている者たちの士気を高め、諦めさせないという希望を与え続けました。苦痛の中においてもミッションを遂行するという強い意志を感じられるエピソードです。彼女は残忍な拷問の末、1944年に処刑されました。1987年の大韓航空機爆破事件を実行した元北朝鮮工作員、北朝鮮で日本語教育を受け、大韓航空機爆破事件の際には八山由美という名の日本人になりすましていました。現地警察に捕まる際、タバコを吸うふりをして服毒自殺を図ろうとするも一命を取り留めます。スパイ映画さながらの忠誠心ですね。取り調べの際、キムヒョンヒは暴力や拷問を覚悟するも、そのようなことは全くありませんでした。連日繰り返される綿密な事情聴取の中で、日本人であるとする主張の数々の矛盾点を指摘され、日本にいた時に使っていたテレビのメーカーは、その質問に日本出身者なら答えるはずのないチンダルレという北朝鮮ブランドの名前を答えたため、捜査員に見破られました。捜査員に夜のソウル市街へ連れ出された際、北朝鮮で受けた説明とは全く異なる繁栄ぶりや、誰にも気兼ねせずに政治家の不平不満を口にする一般市民の姿に驚愕し、女性捜査員と風呂での入浴中に熱湯をかけられる不意打ちを食らい、とっさに出た朝鮮語により、結局は隠しきれずに自白しました。アメリカで人種分離政策が進んでいた1930年代、アフリカ系米国人のジョセフィン・ベーカーはフランスのパリでエンターテイナーやダンサー、歌手として脚光を浴びていました。1939年にフランスの諜報員にスカウトされると、ベーカーは危険を承知の上で、今の私があるのはフランスのおかげです、パリの人々は私に全てを与えてくれました、その恩返しとしてこの命を捧げてもいいと思っています、と快諾しました。ベーカーはイタリアとフランスの大使館で行われたパーティーに潜り込み、フランスへの反逆者と思われる人々の会話から情報を集めました。ドイツ軍がパリを占領した後も、表向きでは舞台に立ちながら写真や書類を服の下に隠し持ったり、楽譜に特殊なインクでメッセージを書いたりしてフランスに協力していました。後にベーカーは戦時中の功績を称えられ、レジオンドヌール勲章とクロワドゲール勲章を授与されることとなりました。という感じでしたが、いかがだったでしょうか。現在でも大使館職員に扮しているなど、国内外に多くのスパイがいるそうです。テレビで人気のタレントさんにもスパイ説が浮上していますが、可能性は全然ある気がしてきました。あなたの隣にもいるかもしれませんね。このチャンネルでは今後も歴史やサブカルなどのちょっと気になる雑学を発表していきますので、少しでも興味深いなと思った方は、このチャンネルがどこにあるかわからなくなる前にチャンネル登録と通知ボタンをよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。